はい、ってことで、どうもいがです。さあ、今回も、ドラゴンクエスト10、天聖の英雄たち、バージョン 6.0、続きからプレイしていきましょう。さあ、行くか。ちょっと喉がガラガラしてんだが、気のせいだ。てかもう名前なんとなく覚えたんだよな。ドルタムなんなカブね。うん。この3人も、もうずっとなんだろうね。多分、ドラクエ出てんじゃねえ。バージョン6多分、こいつらずっと関わってくんだろうな。でも、ドルタム、お前。やりそうだよな。あと、カブの声さ、後で思い出したし、思い出したけど、あれじゃね？イワンコフとかの声じゃない？ワンピースの。なんかそんな気がした。で、エメルダ。こっから話せばいいのかな？聞いてみよう。改めてご挨拶させていただきますわ。私はエメルダと申します。あなたがお願いを叶えてくださるの？叶えますけど、まあ、その内容によりますかね。なんかちょっとメレアデっぽい衣装着てんね。実はどうしても手に入れてほしいものがありますのよ。私一人ではどうにもできなくて困っておりましたの。おお、わかった。できる限りのお代をお支払いさせていただきますわ。ですからどうかお力添えくださいまし。こんな人いたきゃね。いたかね、アストルティアにエメルダ。いやー、でもこの人見かけたことないんだけどね。まあいいや、行くか。クエストを依頼されました。9万とかね。普通にクエスト経験値上がってるからね。あ、じゃあやってくか。クエストを受ける。まあ、嬉しい。ありがとうございます。まあ、いいけども。ただ何が欲しいんだろうな、この人。手に入れて欲しいものはペンダントですの。大切な方からのいただき物なのですが、先日うっかりなくしてしまいまして。あれかな、落とし物をなんか探しやすくするような感じのやつかな。それで自分でも不思議なのですが、私その時の記憶がほとんどなくて、どこで落としたかさっぱり覚えています。なるほどな、不思議なのですが。これなんかありそうだな。確か私三門の関所からグランゼドーラ王国に向かう途中だったと思うのですが、何も思い出せませんわ。あれか、俺が直接そこ向かうのか。レビュール街道とかかな。でも天使様もいるようですし、皆様なら奇跡的なお力できっと探し出せると私信じておりますわ。探してみるけど。俺が探せばいいの？探せる何かを渡すんじゃなくて、なんか俺が探してくんのかな。ドルタム、ヒューガさん、ね、もしかしたらそれ僕がなんとかできるかもしれない。お話ししたいからこっちに来てもらえる。わかった。なんか技術的な何かでこれできんの？なんか。てか、なんか向こうになんかソロ版みたいなのあんな。ソロ版みたいなのあんな、あれなんだ。ソロ版か、あれ。あれソロ版なのかな？向こうのドルタムの後ろにあるあの絵画みたいなやつ。あれなんだろうね。で、エメルダさんがなくしたペンダントを探したいんだよね。もしかしたら僕が何とかできるかもしれない。どう何とかできるんだ。僕、発明が趣味で、商品作りの合間にいろいろ作ってるんだ。天使たちの技術ってすごく興味深くて、そうだよね。いや、てかこれ技術どうこうじゃない気がするけどね。なんか、なんだろうね、これ機械的な技術じゃない気がするけども。それで今、作りかけの発明品が多分役に立つと思うんだけど、完成させるには材料が足りないんだ。材料か。輝きの草原のファボル鉱山などにいるっていう、アラナワ名人を倒すと手に入る、シャインファイバーを取ってきてほしいな。なんか、シャインファイバーってなんだろう。一瞬聞いただけだとなんかエナジードリンクに聞こえてしまう。で、手間をかけさせてごめん。僕は装置の組み立てを進めておくからお願いね。装置、思い出し機みたいのを作んの？それあったら強くね。オッケー、終わった。ナイスじゃん。もう手に入った。早っ。シャインファイバー手に入れたぜ。ヒエガさん、シャインファイバーは手に入った？持ってきた。渡します。
これを何に使うんだ？ファイバーってなんだ？うん、ありがとう。すぐ仕上げちゃうね。シャインファイバーで本体と受信機装置をつないでと。本体と受信装置、え、とりあえずまあ帽子のようなものがついた不思議な機械。ああ、これや、俺がちょっと想像してたのとなんか同じだわ。なんか思い出しきって言って頭になんかこうね、帽子みたいななんかトゲトゲしたものを出して、でなんか頭に装着するとそのトゲトゲが頭に刺さってこう電気信号を送るみたいな、そういうやつなんかあったよな。あれあれ違うわ、レプリカズだ。そうだ、あれ面白かったな。いやー面白かったけどなんかすげえ悲惨だった。あのクローンの話なんだけどね。うん、あれはすごかった。でこれはお探しプロジェクター、うん、クルトスさんから教えてもらった商品作りの技術を応用して作ってみたんだ。商品作りの技術、あ、やっぱこれ作ってんだここでね。この帽子をかぶった人の記憶を出力して、その人が欲しているものの場所を移すんだ。これ吉岡さん、うわすげえねこれ。それをエメルダさんには対して使えば、ペンダントの場所もわかると思うから、エメルダさんに話してみてくれないかな。わかった、エメルダめっちゃ慣れ慣れしいお客さんに。エメルダ様、ご用の件なのですが、ちょっとよろしいでしょうか。あら、私に何かご用ですの？帽子をかぶってほしいと頼んだ。なんだったらかぶせる。ほらよ。これをかぶればいいんですの？よいしょっと。ちょっと、重いね。ちょっと首気をつけて。首いっちゃうからこれ。気をつけて。ヒューガがお探しプロジェクターのスイッチを押すと、エメルダのかぶる帽子がピカッと光った。あー、やばい。あ、やばい、刺さる。ぐさっといく。あー、大脳皮質が、あ、ここ知ってるわ。あの大仏踏みつけて上に上がっていくやつね。うん、空中にどこかの景色が浮かび上がった。どうやらペンダントはこの場所にあるようだ。うん、今の場所にペンダントがあるんですの？見覚えがあるような、ないような。いや、あれだいぶ覚え、やっぱお前レンダーシア育ちじゃねえだろ。だってあんなお前観光名所みたいなもんだぜ。あの時私は三門の関所からグランゼドーラ王国に向かう途中だったと思うのですが、やっぱり思い出せませんわ。なんで思い出せないんだろうね。なんか気になるね。魂のやつで元の世界か。じゃあ俺がそれ取ってくりゃいいんだもんね。これだ、あねーと、見つけたよん。これだ、ペンダントね。お探しプロジェクト、うん、場所ないで詳しく調べてみよう。地面をよく見ると何か光るもの、埋もれてる？なんか埋もれてるって言うとなんか違くない？だいぶ昔じゃない？そうなると。ヒューガは古びたペンダントだもんね。え？煙を上げて壊れてしまった。嘘。一回で壊れるのはちょっと。まあ。これ商品化した方がいいぜ、絶対。めっちゃ高く売れる。あの、私のペンダントは見つかりましたけど、え、なんかちょっと怪しいな。うん、まあ渡すけど、え、あんた誰？うん。え、これでさ、私のペンダント、どちらにありましたの？レビュール街道北の崖下。え、うわ、なんかこの人死んでるっぽくない？え、マジで？あ、忘れるとこでしたわ。手持ちのお金がこれだけしかなくて、申し訳ない。これだけ、どんぐらい？こちら謝礼の50万、これだけ50万ゴールドでこれだけなんだ。そっか。それからこちらもお納めくださいまし。何？ありがとうございます。ありがとうございます。あら、結構もらっちゃった。この人何者なんだ？うん、もらった。このペンだとは、婚約者の方からいただいたものですの。私、もうすぐ結婚、うわ、なんかやだな、なんかやだな、怖いな。幸せで浮かれすぎて、うっかり崖下に落としてしまったようですわね。でも、見つかってよかったです。え？この人死んでない？このペンダントは私の幸せの証。これがないと、どこにも行けなかった。え？私の願いを叶えてくださり、ありがとうございます。このご恩は、決して忘れませんわ。え？うわ、エメルダは満足げに微笑むと光に、うわ。
エメルダさんが消えちゃった。うわ、あのペンダントも相当古いものみたいだったし、エメルダさんってひょっとして。考えても仕方ないね。エメルダさんの願いを叶えてあげられて本当によかった。うわー、ここ聖者も死者も来んのかな。あ、それはそうと、これで100万ゴールド貯まったんじゃないかな。金庫を確認してみようよ。わかった。うわ、なんか、やるせねえ。カブ、あの子最後笑ってたな。あの笑顔はお前とドルタムが頑張ったからこそ見られたんだ。胸を張っていいと思うぞ。うわぁ、そっか。うなんなは。好きな人からもらった幸せの証か。そんな風に思える相手がいるってのは、なんかいいよね。なんだよ、その目は。私にだってね、こう見えても、好きな男の一人、いるの？いるの？って、何言わせんのか、このバカ。あーっと、好感度上げてくんじゃねえよ。くそ、可愛すぎかよ、お前。くそ。で、金庫調べるか。金庫調べた。あー、100万2000、この、102万5000だね。この、端数欲しい。2万5000。2万5、な、てかもう、端数でも全部欲しい。やったぜ、みんな。やってやったぜ。よかった。ボロ儲けだ！笑いが止まんねえ！ちょっとなんか悪い笑みに聞こえちゃうけど、まあやったな。調子に乗っちゃっても、うん、兄者の金じゃないんだからね。そうなんだよな、こんな頑張ったけどな。おいおい、クレトスさんよ、約束通り100万ゴールド稼いだぜ。これで文句なしの合格だろ。ちょっと待って、これでさ、一人100万って言われたら嫌じゃね。ちょっと待って、やだ。そのようですね。それでは。あ、本当に通った。よかった。なんかこいつ遠い目で怖いな。やだな。え、俺にちゃんと証くれる？ちゃんとうまくいったって証。あ。あ、覗いてたやつってさっきのことはまた別のやつだよね。そうだ。うわーと。魔女、なに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 、するぞ、するぞ、人々を堕落させる金の匂いだ。なんだこいつ。え、あ、ね、堕天使とかが敵になるのかね。うえぇ、あ、えぇ、まぁ、また難しい名前出てきたな。そんな金は全ていただいていく。やだ、俺たちの金だ。お前に奪わせねえ。あー、ちょ、待て金庫が、金庫がって言ってる場合じゃねえ。ちょ、待て。おい、こら、それは俺たちの金だ、返しやがれ。そうだそうだ、そうだっちゃぶる、そうだっちゃぶるよ、返しやがれ。この世の金は全て我のもの。俺のものは俺のものってか。憎き金持ちどもに渡してなるものか。俺たちのどこが金持ちに見えるってんだ。俺の所持金ほんとカスみてえなレベルだぜ。我はこの金を使い今度こそ。何をやろうとしてんだお前は。金。あーどっか行ったな。こいつ探しに行かねえとか。待てー、この金庫泥棒。聞けば聞くほど言わんこふ。聞けば聞くほど。売上金全部持ってかれちまった、うん、こういう場合試練ってどうなるんだい。どうなんだよクリトス。てかこれも演出か。僕が100万ゴールド分の感謝のエネルギーを回収することで試練は完了すると言っておいたはずです。うわ、あーちょっと、あー、抑えろ。こうしてエネルギーを回収する前に売上金が奪われてしまった以上、試練は継続中と判断するしかありませんね。やっぱこいつらってなんか心がなくない？まあ仕方ないけど、こういうこの今の場合はなんか そんな、なんかもう心がねえあいつら。こんな
あの骸骨野郎、舐めた真似しやがって。うっとしまいつけてやる。俺たちの手で片付けてやるぜ。お前だって、汗水垂らして稼いだ金を奪われて腹が立つだろ。いや、あんまり腹が立つってわけじゃないけど、ただあいつを一つ一つ部品ごとに分けて、それを一晩で一つずつこう粉々にしたいとは思った。うん、そう思っただけだ。だから別に怒ってるとかそんなんないよ。穏やか穏やか、心は常に穏やかだよ。いや、お前ってやつはどこまでお人よしなんだよ。そんな、それほどにねえよ。俺はあいつを許せそうにね。大丈夫、俺も捕まえるのは手伝うよ。身柄こっちによこしてくれれば俺はそれで満足だ。やられたらやり返す。バカ石だ。俺たちの金を取り戻しに行くぞ。やっていくぜ、俺も手伝うぜ。感謝のエネルギーを悪用されれば、ここだけではなく天聖教全体に被害が及ぶ危険性もあります。あ、そうなんだ。感謝のエネルギーってそんな、あのもの、ヤクマポバディウスを逃がすわけにはいきません。よく覚えたな、ポバディウス。俺全然覚えられなかったけど。おっと、いや、なんでそれ、何、探知能力。この黄金の試練場から悪しきものが出ないよう見えない結界を張りました。あれ、まあ、放送じゃない。それによりあのものは試練場内に足止めされたはず。あれ、あの神殿か、さっき見かけた試練場の西に移動したこの邪悪な気配、どうやらここを建てる以前に使っていた古い神殿に逃げ込んだようですね。そこね、そこか。古い神殿は西にあるファブル鉱山の中です。はい、あなたたちの試練の達成のためにも金庫を取り返してきてください。わかった、頑張るけど、ちょっとなんかその目がやだ。遠い目。よし、ちょっと一言なんだよな。英雄様を怒らせたらどうなるか、あの野郎にしっかり教えてやらなきゃな。もうやってやろうぜ。なんかさ、天使たちがなんか本当に長くここに置いてたんだろうなっていう跡が残ってんな。なんかさ、天使たちがなんか機械的な性格のせいかさ、この英雄たちがなんかね、なんかちょっと人間味あふれんばかりにこう輝いてる気がする。さあ、突撃じゃ。よし、やってきたぜ、おら。なんか他にもなんか今金なかった。集まったぞ、アストルティア中の金持ちどもから奪ってきた金、みんなみんな我のものだ。これを使って何にする気か、お前。いや、やめろやめろやめろ。うわ、腐敗していく。きっとね。え、なに。え、なに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 。釣りに、ね、どういうことえ、まただ、なぜ我はこんな目に。え、こいつ何なんだろうな。え、なんだあいつ、金に触れることができないのか。それならなんで盗みなんか。なんだあいつ。やいやいやい、この売り上げ泥棒、俺たちの金をとっとと返しやがれ。そうだそうだ。あれ、我の邪魔をするな。だ、でももう邪魔する原因っていうか理由っていうか、もうなくなっちゃったけどね。そんなゴールド全部なくなっちゃったんだから。あれ、魔物たちがいっぱい来る。その足止めをお前たちはするわけか。俺は本体っていうか、あいつをやるのか。え、一緒に戦おうぜ。え、戦ってくれる、一緒に。お、来たー。お、あ、やっぱ強えな、やっぱ強えわこいつら。おっと、お、あ、立てー、強え。危なかった、怪我はない。なんか丸い円形の盾使った方がいいんじゃない。いいと思うよ。あの、跳ね返したり、こう投げてこうバウンドさせてこう相手に攻撃したりとかありだと思う。ちょっと武器見直した方がいいかもよ。
だからできるやつらだわ。あっせえ、あれ俺出るマークあるか俺出なくていいんじゃないの。あいいねいいねいいね。あ楽だわ。あ弱っちいね。そうだな、私と戦おうなんて千年早いよ。出直してきな。いいね、なんか言葉に重みがあるわこいつらが言うと。あれ流れてきたよ。あれこれ兄者がやってくれる。兄者兄者カブ、カブってどんぐらい強いんだろうな。そしたらあれなんかこれ過剰戦力、過剰戦力じゃねえか。おっとおっとまだ行くか。おドアチャッカ大陸の魔物どもを一掃したんだ。これぐらい兵でもないぜ。すげえな。そっか英雄だもんな。あれはこんな呪いを。呪い、貴様ら金持ちなど許さぬ、許さぬぞ。あれか、金に触れられなくなる呪いみたいな、そういうやつか。貴様らの金、うん、全部我に焼かせ。そういうやつなんだね、こいつ。行くか。うん。とはいえ、これじゃキリがねえな。キリねえな。俺たちがザコどもを食い止める。うん。その間に、あの骸骨野郎を倒してくれ。やっぱそのパターンだよな、わかったぜ。ここまで、お前を見てて、その実力は理解してるさ。おう。信じてるぜ、兄弟。なんか兄弟っていうキャラ俺好きなんだよね。俺兄弟って言われるともうなんかね、悪い気がしないんだよ。もうこいつになんかもう、お前たち大好きだ、お前たち大好きだわ、天使たちなんてクソくらいだ。よし行くぜ、大魔王の力を今俺は見せつけてやろう。我こそ大魔王なり。強いでいこう。まあ俺海賊だからあんまり自信ないんだけどね。第一列ザーン、オッケー。いいぞ、その調子だ。オッケー、あいいね。オッケー、ここが正念場だよ。あいつらあそこで戦ってんじゃん。あすげえすげえすげえ、戦ってる。やっほー、頑張れ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 、負けんな。あれなんかある、なにこれなにこれなにこれ、え、なにこれ。やばい、何これ何これじゃねえよ。やばい、食らうやつね、あれね。やべやべやべ、よう、とんだ間抜けがいたもんだぜ。スタン、もう一息だよ、スタン、頑張って。おー、任しとけ。なんなわ、なんな声やつで、なんな、俺なんなが応援してくんねえと俺頑張れねえわ。俺終わった、あ、終わっちゃう、終わっちゃった。あ、なんな、なんな一言もくれねえな。あれ、くれてた、わかんない。まあ、あったかもしれん、ごめん。何もなかった気がする。あ、俺死んでたおやべ、俺死んだままじゃねえか。まあ余裕でしたね。あ、なんか今やって、あ、今金庫、金庫、今金庫、今ありがとう、さすが。おい、よっしゃ、うん、金庫を取り戻したぜ。ありがとう。中身も無事のようだし、これで試練は合格だ。やったぜ。他の金腐っちゃったのがなんかもったいないな。おっと、まだ立つんかお前。そんな、うん、まだ立ち上がってくるなんて。いや、俺たちで行くか、総掛かりで行くぜ。そっちがその気なら何度だって叩き潰してやるよ。そうだそうだ、スクラップの毛だ。金持ちも神も天使も許さない。なぜ我にこのようなむごい運命を背負わせたのだ。こいつ何者なんだよ。いや、だよな。なあ、お前の本当の願いは何だ。うん、あれちょっと待って、こいつも願い叶えてやるのか。どうも俺にはお前がしんどい運命に苦しんでいるようにしか見えないんだ。そうだな、金を手に入れるのが望みだとは思えない。なんだろう、金を手に入れるのが望みだと思えないか。なんだろうね、こいつの本当の望みって。どうしてこんな理不尽な目に遭わなくちゃならない。うん、俺も穴蔵の中で
毎日のように思ってた。なんだろうな、こいつは。もともと人間なのかな。だから、うん、お前の気持ちがよくわかる。お前は怒りで本当に欲しいものを見失ってるだけだ。なんだろうな。本当の願いは何だ。言ってみろ。俺たちがお前の願いを叶えてやる。なんかこいつすげえな。いいね。ああ、熱いキャラだね。我の話を聞いてくれるというのか。うわ、すげえな。器でけえな、こいつ。俺だってこんな風になりたかったわけじゃない。貧しさから逃れたかっただけだ。人間？俺はかつてただの人間だった。貧乏な家に生まれ、その日の食いぶちにも困る毎日を送っていた。どんなに真面目に働いてもそれは変わらない。親が作った100万ゴールドの借金も返すことができない、どん底の日々。俺にこんな運命を背負わせた神が憎い。俺たちの犠牲の上に立っている金持ちが憎い。毎日そんなことばかり考えていた。うわあ、そっか。周りを責め出しちゃったんだ。まあでもしょうがないのかな。どうなんだろうな。そっか。なんだ。その日、俺はついに盗みを働いた。とある富豪が秘蔵していた古いメダルだった、そのメダルに悪魔が宿っていたんだ。悪魔？魔物とはまた違うのか。俺のような盗みを働く愚か者を、そいつはずっと待っていたのだろう。悪魔は俺の前に現れるとこう言った。シャドウ的で哀れな男、俺がお前の借金を肩代わりしてやる。金持ちどもに復讐するための力もやる。その代わりお前の魂を俺によこしな。それでお前の願いは叶うだろうさ。もう結局叶ってないんだもんな。やっぱこういうの信用できないよな。俺はでも悪魔の誘惑に抗うことができず、奴に魂を売り渡した。そっか。そうしてこの力を手に入れたんだ。もうこれにすがるしかなかったんだろうな、こいつ。それで姿を変えた。だが悪魔はやはり悪魔だ。奴は俺に永遠に続く金への渇望と、金に触れると朽ちてしまうという呪いを残していった。うわ、どんなに金を奪っても触れることはできず、この渇望と苦しみから逃れる術はない。そっか。うわ、心の奥底にあった願いに導かれたのか。俺は他のやつと同じようにあの神殿へ流れ着いた。そういう経緯か。どうかこの地獄を終わらせてくれ。こいつも願いを叶えてもらうために来たんだな。そっか。だけどだよな。なんだ。あ、悪魔出たな。バカな野郎だね。簡単に騙されちゃってさ。うわ。
俺が肩代わりした借金を返さない限り呪いは解けやしない。お前には無理な話だがね。でもこっちに100万ゴールドあるかんな。こいつがボバディウスに呪いをかけた悪魔か。ヘドが出そうなほどのゲス野郎だね。もうな、ほんと永遠に逃れることのできない地獄の中で苦しみ続けなければならないなんて、なんとかしてあげられないかな。お前たちにはそれが経験あんだもんな。もしかして僕たちの稼いだ100万ゴールドで借金を返せば彼を助けられる？だよな、そうだよな。だけど、そんなことをしたら試練は。もういいんだよ。いや、ここは助けてやろうぜ。構わねえ。また稼ぎゃいいもん。こいつを見殺しにして試練に合格したってちっとも嬉しくねえ。目の前で苦しむ奴がいるなら命に変えても救う。うわ、お前らすっげえいい奴だよ。それが俺たち英雄のなすべきことだ。こいつを救ってやろうぜ。救ってやろうぜ。もう一回やればいいもん。また商売すりゃいいもんな。いいよ。みんな、ありがとうよ。やろうぜ。よっしゃ、金なんてバーッと使ってなんぼだ。派手に行くぜ。俺お前好きかもしんない。お前いいやつだわ。わあ、いいね。うわ、そっか。おい、そこだ悪魔。100万ゴールドは耳を揃えてきっちり返してやるから。ちょっと待てよ。受け取りだ。受け取りだ、行くぜ。100万ゴールドだ。やばいやばいやばい。カジオしてんだ。ゴールド、シャワー。やばい、行くぞ。どうだよ。おめえが悪いんだよ。俺の呪いか。やっぱこういう悪いことしてるとね、こういう過剰戦力だよな。いいぜ。じゃあ俺、さあどうだ。元通りになる。うわ、よかったな。よかったな。元の姿に戻れた。人間に戻れた。俺は自由なのか。自由だよ。ありがとう。あ、大丈夫？やっと金の地獄から解放され、俺は救われました。あなたたちに出会えて本当によかった。救われてよかったよ。たら、メダル、このメダルの元だよな。なんかありそうだよね。いや、ちょっと待って、俺も持ったらまずいんじゃない？大丈夫？あ、まあこれにもう呪いは宿ってねえわけか。汚いメダルを手に入れた。うわ、これ多分根源がいるんだろうな、この裏には。堕落させようとする、まあ、堕天使みたいな、いるんだろうね。ヒューガと三頭士は売上金をすべて失ってしまった。祈願の神殿のクリトスの元へ戻ろう。いや、もういいよ、別に使ったって、この場合は。もったいないな、あの朽ちた金貨。これもったいねえな。全部クズ鉄になっちゃったんだもんな。お金の山を調べた。あら。お帰りなさい。金庫を取り返せたようですね。あとは感謝のエネルギーを回収するだけです。ああ、やべ、俺ぜいぜい言ってるわ。まあ、余裕だったんだけどね。余裕ではあったけども。そうだ、シネボンを完了させる前にあなた方に貸していた。奇跡の万能袋を返して、奇跡の万能袋。あ、渡しましょう。これなんだっけ？何のためにもらったんだっけ？何やら浮かない顔ですね。どうかしましたか？いや、ところがよ、お金ねえんだわ、こん中に。どうするこれ。そうなんだよな。
いいんだけどね、別に。あの者から金庫を取り戻してくださったことについては礼を言いましょう、うん、それについては礼を言う。じゃあそれ以外には礼を言わねえってことか。しかし、うん、人々から集めたお金、感謝のエネルギーが回収できない以上、うん、食材に炎を灯すことはできません。うえー、やっぱ天使嫌いだわ。残念ですが、うん、もう一度最初から100万ゴールド稼ぎ直してください。まあそんぐらいやるか。俺たちなら楽勝で。もう一度100万、うん、あんなに大変だったのに。大丈夫だよ、もう一回いけるよ。兄者はあいつを救うため金を使ったんだ。仕方なかったんだよ。なんとかなんないのかい。なんかなりそうにないぞ、こいつ温情、もう心に温かさがないもん。ほら、ダメだね、天使。みんな、うん、俺のわがままに付き合わせたせいでこんなことに。いや、いいんだって。だってあれしょうがねえよ。だってあそこで助けてなかったら逆に俺お前たちのこと嫌いになってたもんね。あそこで助けられたのはすごい、すごいことだよ。兄者今更何言ってんだい。こっちとら兄者のわがままなんてもう慣れっこだっての。そっか、まあだからこそってのもあるし、なんだったらなんだろうな、あの蛾を通す力ってのがやっぱり引きつけてんだよな、人を。大丈夫だよ、うん、兄ちゃんの選択は決して間違ってない。だから元気出して。それで元気出せ。俺も別にいいよ、大丈夫。お前ら頑張ろうぜ。もう一回。あ、おっと、なんだ、なんか出た。ん、あれ、おや、ここはどこでありますか。あんた誰。あ、ちょっと待って、あれ、メダルオーナー。いらっしゃいませ。あれ、また来てくださったのですね。また来てくださった。ゴーレック様。ゴー、あ、やっぱり一気に解決できるやついたわ。うん、自分は小さなメダルを探していただけなのでありますが、なぜこんなところにいるのでありましょう。やっべ、出たぜこいつ。なんだあいつ。俺は知ってるやつだ。彼はメダルオーナーゴーレック様。現代のアストルティアで1、2を争う大富豪で、小さなメダルを求めよくいらっしゃいます。ここ小さなメダル売ってねえだろ。ゴーレック様ほどの尽きせぬ願望を持つ者は、うん、アストルティアの歴史を遡っても滅多に存在しないでしょう。あ、そんななんだ。そんななんだね。うん、もなんだ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 。あなた、うん、あなたが持っているそれは何でありますか。自分に見せるのであります。汚いメダル、さっき手に入れたやつ。別にいいよ。これなんだ。え、うわ、これは、ええ、なんだ。あ、ちょっと待てよ、あいつが盗んだメダルって。この世界に小さなメダルをもたらしたメダル仙人様が作ったとされる伝説の宝。メダル仙人様、古代小さなメダル。え、メダル仙人様ってなんか後々出てきそう。この美しさ、さりげなさ、太古の息吹を感じさせるわびとさび、なんと素晴らしいのでありましょう。やっぱわかんねえ。あなた、うん、これはおいくらでありますか。おいくら、おっと、いくらでも払うであります。うん、100万ゴールドでいかがでありましょう。いや、もうちょいいけない。 100? もっといけるいけるいける、もっといける。もう待て待て、お前ら口裏合わせるぞ。100万ダメでありますか。では1億。1億きた。ダメじゃない、ダメじゃないです。100万ゴールドで売ります。売らせてくださいであります。いや、1億、今言いかけた。いけるんだって。ありがとうであります。うん、幻のお宝がこんな安く手に入るなんて、自分はなんと幸せ者でありましょう。キャッシュ払いでよろしいでしょうか。1億円持ってるように見えないけどね、1億ゴールド。あ、100万ゴールドで売った。まあ、まあ元気そうで何よりだ。よかった。うん、あ、満足して帰ったようだ。方法はともあれ、うん、あなたたちは100万ゴールドを稼ぐことに成功しました。では感謝のエネルギーを回収しましょう。
やっぱり天使嫌いかもしれないな。うわー、でこの金はどうすんの。これにて完了、ね、完了。審判の天使クリュトスの名において、うん、あなたたちの黄金の試練の合格をここに宣言しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。それからこちらを。試練を達成したあなたたち、僕からのお祝いです。ちょっと待って、これでさ、ゴールドがマジなかったら俺やだよ。だよね、だよね、そうだよね。あー、ほら、やっぱ嫌いだわ天使なんて。ダメだね天使。炎がやっと思ったわ。ちょっとなんか天使やっぱやってるわ。俺すげえ喜び方してんな。体全身使ってんもん。自らの意志を貫いた上でこのような奇跡を呼び込むなんて、あなたたちはまさしく英雄ですね。あ、でもその言葉は好きかもしれん。態度は嫌いだけど。あー、やってやったぜ。もうなんか次のところも一緒に行きたいな。一時はどうなることかと思ったけど、無事試練を突破できてよかったな。よかったな。ちょっと次のとこも一緒にやろうぜ。お前ら好きだわ。まったくだよ。最初からやり直しって言われた時は心臓が止まるかと思った。でも俺そうなると思ってたわ。あんた最初は頼りなさそうなやつだと思ったが、なかなかやるじゃないか。まあだろ、俺もいろいろやった英雄だから。あなたがいたから僕たちも頑張れたんだよ、うん、本当にありがとう。ごめんな、お前のことを疑って。でもなんか後々ありそうだから、ちょっと一応覚えとくな、取るため。うん、うん、おっと、決めポーズくるか。みんな、お前のことを気に入ったようだし、うん、どうだ、俺たちに加わって大地の四頭身やらないか。え、いいの、いいの。はあ、やる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 。よっしゃ、お前なら大歓迎だぜ。最高。じゃあ一緒に次の試練に行くとするか。行こうぜ行こうぜ。やった、加えてもらった。で、これから俺たちが挑戦する白灰の試練はもう合格済みなのか。残念だが今は一旦お別れだな。そう、白灰後にして次行かね、違うところ。これで偉大なる力に一歩近づいた。これ偉大なる力って何なんだろうな。合法？ドアチャッカ大陸を守るという、ただ一つの夢を現実にするために俺たちはこれからも前に進み続ける。うん、そうだな。じゃあな兄弟、フォーリオンで必ずまた会おうぜ。約束だからな。分かった。もう俺こいつら大好きだわ。またな、ありがとな。あ、大好き。あ、こういうやつら大好き。やべえ、お四頭身になっちゃった。やった、やっと仲間に加えてもらった。